こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。このチャンネルでは歌い出した瞬間、その場の空気が変わるようなワンランク上の歌い手になるためのヒントをお届けしています。さて、今日は地声のまま高音を出したいという方必見。地声とか喉声とか裏声とか正しく理解できていないという方も多いと思いますが、この捉え方を間違えてしまうと無駄な努力をしてしまうので、こことっても大切なんですね。で、今日は地声についてご質問いただいています。 私は裏声っぽい声質で、ボイトリの先生からはいつも地声で歌うように言われてしまいます。でも、地声で歌おうとすると高い声が苦しくて違和感があります。どうしたらもっと自然に歌っていくことができますかということですが、まあ、こんな風にもっと地声で歌うようにって言われてしまう方多いのではないでしょうか。でも、地声で歌おうとすると高い声が出しづらい。まあ、下手するとひっくり返ってしまったり、喉が痛くなっちゃったりする。あなたもこんな経験ありませんかでも、ちょっと待って。 もしかしてあなたが地声だと思っている声は喉声かもしれませんそもそもこの捉え方が間違っていると目指すところも結果も違ってくるわけです間違った練習法を頑張ってやっていたなんてことにもなりかねませんでもまさにこの状態に陥っている方本当に多いんですねそこで今日は地声でで高音を出すことはできるのかプロが使っている地声ってどんな声どう違うの 高音もベストな状態でしっかり歌っていく方法という内容でお話ししていきますボイトレに行ってはいるけどあまり変化が感じられない遠回りせずに結果を出したいという方は大切なことをお話ししておきますのでぜひ最後までご覧になってください高い声を無理なくしっかりと出していくためには何が必要なのかということを知って正しい努力をして楽しく歌っていくために参考にしてくださいね それでは早速始めていきたいと思います。地声で高音を出すことはできるのかということですが、まあ、結論から言いまして、もちろんそれはできます。ただ、地声をどう捉えているかが重要なポイントになるんですねえ。皆さんは高い声も無理なくかっこよく出せるプロの歌声を聞いて、もうどこまでも地声で歌っているというふうに思っていますよね。 確かにプロの歌手の方は高い音でも途中でひっくり返ったり切り替わったりしないでスムーズにしっかり歌われています。でも同じように歌おうとすると高音でどんどん力が入っていってしまって急に声質が変わってしまったりひっくり返ってしまったり弱々しくなってしまったりするかもしれません。<ー>例えば、あなたのキスを こんな感じでね、ふわってなってしまうと、先ほどのご質問のように、もっと地声で歌ってというふうに言われたりするわけですね。そこで、低いポジションの、いわゆる地声をそのまま張り上げて出そうとすると、あなたのキスを数えましょうみたいな感じで、いわゆる喉声になってしまうわけですね。 こうなってくると喉を痛めてしまう可能性が高くなってきます。で多くの場合、このパターンにはまってしまっているんですね。低いところはいいんだけれども、そのままのポジションで高音に行けば、もうそれは地声ではなく、喉声になってしまっているということですね。そして、このような喉声には限界があります。まあ、無理して出せば出せないこともないけれど、ああ みたいな感じでね、この先の高音には届くことはないわけです。まあ、先ほどのご質問にもあったように、自分では地声だと思って高音で張り上げている声。できることならそのままさらに高音高い方にね、持っていきたいというふうに思うかもしれませんが、それは無理ということです。なぜならそれは地声ではなく喉声だからですね。えそして 喉声のまま張り上げてしまうと、さっきみたいに途中でひっくり返っちゃったり、弱々しくかすれてしまったり、ギャップが生じたり、低い声と声質が大きく変わってしまったりするわけです。まあ、そういう場合は、それ自体がもう喉声のサインですのでね、そこをチェックしてみるといいかもしれません。でもおそらくその先生がおっしゃっているのは、喉声ではなく、地声でということですよねで。地声のまま高音を出すというのは、喉声で出すわけではなく、声帯 閉鎖されていいいるる無理のない声のなな声まま高音に移行するととうことなんですねでもなかなかその説明とか具体的な方法がわからなければどうやって練習していいのかわかりませんよね。じゃあ、プロが使っている地声って一体どういう声なのってことですが、それは無理なく声帯閉鎖されたよく響く声です。 生体閉鎖というのは、まあ、こう声体って部位になっていて喉のここについてるんですが、肺から送られてきた空気がこの2枚の生体の間を通過して振動することによって声を作っていきます。この 生体閉鎖というのは、バーンって閉めることではなく、割とくっぺたっとこうくっついて密着している状態で振動していくと、息漏れの少ない、くっきりとはっきりとした声が使っていけるわけですね。で、この生体を無理なく軽やかに振動させるということがとても重要になってくるわけです。 その状態で高音を出すと自然に声帯が進展されてスムーズに無駄なく声を使っていくことができるんですね。で、高音になるとどんどん力が入って張り上げてしまう声というのは声帯がどん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 こう力が入っていって重くなっていってなかなか振動できずに音がフラットしてしまったり、まあ、喉声の状態でいきなりこうブレイクしてひっくり返ってしまうパターンなわけですね。例えば、あああ みたいな感じになってしまうというような感じです。で、プロが使っている、いわゆる地声というのは、こうではなく、高音ほど声帯を薄く引き伸ばしていくイメージなんですね。あ<ー>という感じになっていきます。例えば、あなたのキスを、あー、まこんな感じです。数えましょう。 こんな感じです。これは理屈としてはとってもシンプルなんですが、バランスがとっても重要なので、簡単ではありません。喉のコントロールができている人は、まあ、すぐにできるかもしれませんが、無理な歌い方でずっと歌ってきた癖がある人ほど修正していくのに結構時間がかかる場合もあります。 でも逆に全然癖がついてない初心者の方とか、子供とかは結構簡単にできちゃったりするんですね。まあ、いずれにしても、このプロの方が使っている字声というのはこんな風に、軽やかに無理なく生体閉鎖されたよく響く声ということなんですね。そしてこの声が使えるようになると、かなり楽に、そして自由に歌っていくことができるわけです。では、そんな声で歌っていくにはどうしたらいいのでしょう。それにはいくつかのステップがあります。 このステップを順番にやっていかなければならないんですが、ここでは全てお伝えするととっても長くなってしまいますので、わかりやすくシンプルに解説していきますね。まずは一つ目。間違った認識をリセットして喉声で張り上げるのをやめること。これがとっても大事です。これについては今までお話ししてきた通りですね。でももっと詳しく知りたいという方は、こちらの動画も参考にしてください。こちらでも結構詳しくお話ししていますので、えー、補足になればいいかなと思います。そして二つ目。 声のポジションを上げる。まあ、これについては私の動画でもよくお話ししていると思うんですが、あーってこの同じこの喉声のポジションでこうまで出そうとすると必ず限界が来てしまうので、あー、このスタートはね、同じでもこうではなくこういうふうに出していきます。あー こんな感じですね。で、そうすることでポジションを取っていくというような、えー、やり方が一番わかりやすいし、速攻性があるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、これだけで本当にかなり皆さん変化されますので、ぜひちょっとこういうイメージでね、やってみてください。要は高温ほど高いポジションで、喉に力を入れずに出していくわけです。 この声のポジションについては、こちらの動画も補足になるかと思いますので、興味のある方はぜひ見てみてください。そして3つ目。声帯閉鎖のコントロール。この声帯閉鎖って簡単に言うと、まあ、さっきも言いましたけど、こう密着した状態でね、振動させるということなんですが、なんでこれが必要かというと、このキープができないと、要するにふわっとこう息が漏れてしまって、しっかりと声を響かすことができなくなるからなんですね。ああ。 あーあーみたいなな感じになってしまうからですそしてこの生体閉鎖の感覚をつかむには、やっぱりボイトレなどの練習がね、必要になってくるんですね。声のポジションっていうのは、イメージをこう変えるだけでも変化することが多いんですけれども、このコントロールしていくにはね、やっぱりこう練習が必要なんですね。そうじゃないと、やっぱりなかなかこの体幹としてつかむことができないので、ボイトレまだやったことがないっていう方は、ぜひやってみるといいかなというふうに思います。 そして、四つ目。生体のウェイトコントロール。こうなってくるともう頭の中にこのクエスチョンマークがいっぱい出てくるんじゃないかなというふうに思いますが、これについてはこちらの動画で生体の仕組みについて解説しています。 生体閉鎖って何とか、このウェイトコントロールってどういうこともうちょっと詳しく知りたいという方は、こちらの動画も参考になるんじゃないかなと思います。で、高音に行くとね、どうしてもね、音程が下がって半音低い感じになってしまう。うまあそういう悩みっていうのもよく聞くんですが、これもまさに低いポジションのままで頑張って高音ね、出していくと、ウェイトコントロールができずにずっと重くなってしまって、あなたの気 みたいな感じになるという現象ですね。まあ、そうなると歌っていても、すごい自分自身がしんどいですし、思うように歌えなくてストレスですよね。 でも声帯がスムーズに進展できて、いいポジションで低音から高音までスムーズに使っていくことができると、自分自身も歌いやすくなりますし、リスナーにもストレスを与えることが少なくなります。プロの方が使っているこの字声は、どこまでもよく響いて、だけど無理なく、そしてパワフルに表現されているということなんですね。そうなるためには、さらにステップがね、あと実は2つあるんですけれども、それには、ここまでができていないと先に進めませんので、まずはこのこと を念頭に置いてえぜひ練習してみてください要は無理にこう張り上げて声を出すのではなくちゃんと声帯閉鎖がスムーズにできるように促していきながら高いポジションに声を持っていくそして上とコントロールしていくというようなことになるわけですこの動画をご覧になっている方は歌が上手くなりたいと思って日々練習していたり実際にボイトレに通っている方も多いんじゃないかなというふうに思いますでも地声がどんな声で裏声が どんな声なのファルセットってどんな感じそういったいろんな声の名称ってありますけれども、その共通認識ができていなければ、間違った教え方、そして間違った捉え方、受け止め方をしてしまうんですね。で、いろんな、まあ、それぞれ、あの、本当に定義っていうのがあると思いますし、いろんな考え方がね、あるし、伝え方もそれぞれ皆さん違っていたりすると思います。どれが正しくて、どれが間違っているとかいうことではなく、その共通認識が噛み合っていなければ、本当にこう、遠まり してしまうというか無駄な努力をしてしまうことにもなると思うんですねで私がこうお伝えしていることもこれが正しいとかいうことではなく私はこういう捉え方で生徒さんにアドバイスさせていただいてますというような一つの考え方なんですねなので そこがこう合っていると割とあ、なるほどそういうことかというのがね結構わかりやすく伝わるんじゃないかなというふうに、まあ、考えているわけです。なので次回は裏声とファルセットの違いということについて解説していきたいと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、まあ、ベルマーク通知設定の方もしていただけると嬉しいです。 というわけで今日は地声と喉声についてやっていきましたがいかがだったでしょうか、まあ。なかなかこの1本の動画にねまとめるというのは難しいのでもしステップバイステップで基礎からしっかり学んでいきたい私と一緒にレッスンしていきたいという方は概要欄の方の LINE にご登録いただければと思います。LINE の方にご登録いただきますと今回のお話のさらに詳しい内容で解説した動画も無料でご覧いただくことができますのでぜひお友達登録の方もよろしくお願いいたします。また個人 レッスのご案内もさせていただいてますのでね興味のある方はぜひお待ちしておりますえそして今回の動画これが分かったとかまあそういったことがありましたらぜひコメントに残していただけると嬉しいです今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたえそれではまたお会いしましょう See you